はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日は久しぶりに自宅でランチですね。で、今日は札幌一番さんから出てる広島式の汁なし担々麺、ラー油と花椒かける、珍しく細麺なんですね。細麺なのにしこしこ、なんか細麺にこういろいろ絡んで食べるみたいですね。あ、温泉卵を入れるといいらしいんですが、本日は温泉卵ありません。それでは早速作っていきましょう。それでは開けると、開けた感じはこんなの、3種類のパックが入ってるのかな。入っていたのは後入れ特製調味だれ、後入れ特製スープ、早く細麺以上になります。かなり細いねこれ。それでは火薬を入れまして、火薬はひき肉とネギ。じゃあお湯を入れていきましょう。3分タイマー、3分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい、3分経ちましたのでお湯を捨てたいと思います。はい、それでは開けていきましょう。はい、湯切りした時点で結構いい香りがしてきますね。それでは後入れ特製調味だれいきます。あー、結構ごますごいね。はい、次は後入れ特製スープ。おー、これは花椒がすごい香ってくるね。はい、混ぜる前はこんな感じ。それでは混ぜていきましょう。うーわ、食べる前にもうこの舌がしびれる感覚が伝わってくるね。これ具材はね、結構ミンチが大量に入ってる。お湯を捨てる時にだいぶネギが逃げていきましたけど、はい、しっかり混ざりましたので、まずはいってみたいと思います。はい、いただきます。うん、すげえこれ。これね、本当に濃厚、素晴らしい。それでは温泉卵ではないんですけど、半熟のゆで卵を急遽作りましたので入れてみたいと思います。はい、入れて割ってみると、ほら、どう、いい嫁、嫁さんすげえ、完璧にゆで加減。はい、ではちょっとこれで食べてみたいと思います。はい、どう、うん、うん、この黄身でね、だいぶまろやかになってすごいいい味で食べれますね。うん、なんだったらこれ黄身だけを入れてもいいかもしれない、卵黄だけ。うん、やっぱりね、細麺だけあってだいぶ絡みつくね。このまたミンチがいい感じ、いい味出してる。うん、美味しいからね、一口一口が量が多くなる。はい、ミンチを大量にこう一緒に取って、うん。ひき肉もね、インスタント感がほとんどない。素晴らしい一杯でした。完食です。ごちそうさまでした。